一曲の2本馬ドラはウソです。まだまだリードを広げようと親番連チャンス。それでこのハイパイ悪くないじゃないですか。良さげ。うん。ハクドイツは魚谷、そしてあドラいい感じで入っているのは松本4と1でした。そして堀はソーズ2メンツでかなりソーズの多い手ですね。トントペイが地風風杯ですね。です風杯、はい、1枚切れのトンからです。秋がリードを積み上げるのか他の人が割って入るのか。でも親は続くのいいですよね、うん、一旦受けに回ったんですけど、それでもうまく粘って連敗取れて、親やってる時はやっぱ一番楽しいですね。無敵モードの時がいいですよね。6000モードだといいですよね。いくらでもやっていたいですね、うん、1万2000オールとか、来た、あ、来た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 、ドラドラのチートイツ、はい、こちらも4トイツになりました。E ピンは3色の元ですか、うん、元ですね。これは手腕が問われそうな手、ローマン切り。秋も着実に形を作っています。が今回は松本の手が注目ですね。いいじゃん、こちらです。あ、これその先があるか。ファーソーがんこになるといろいろ見えてくる。最高形は数あんこ、ただメンツでも視野に入ってくるか。ソーローソー、スーピンパーピン、え、ポンとかもあるんですかこれ。ものによってですよね。パーピンとかって結構場に放たれやすくて、だそれを1枚目から仕掛けちゃうとどうなるかっていう感じですよね。例えばウソとかだったらもうぜひとも泣きたいですけど。そうですね、もう満貫は確保したいですよね、はい、あの手をもらったら。大谷って進んだ。あ、自分で引いた。来たよ、いいじゃんって。スーアンコウのいいシャンテンにも見えますねこれ。ウーソーローソースーピンありますね。こんな真ん中の牌ばっかりなのにローソー1枚持たれてるだけじゃないですか。本当ですね。ウーソー1枚ここに来た。いやでもまだいる、この早い順目でいいシャンテンは結構期待が持てるんじゃないですか。よくスーアンコウ上がるからねこの人。上がってますね。もう結構食らってるイメージが。印象的なところだと2020-21シーズン、シーズン2021シーズン、シーズン、はい、なんか感じありました。すいません。あ、佐藤さん同卓されてますね。佐藤3回目の役満被害って書いてありますメモのところに。そうなんですよね、はい、結構食らってるイメージがあるわ。あ、スーピン1個ここに来ました。はい、いいシャンテンですか大谷さん。いいシャンテンになりました。カンパーピンパーソー、スーピンもウーソーもローソーも山に1枚ずつになったということですねこれは。そうだ、数アンコ上がってましたね。スッチーソーを仕掛けて単野をドラドラっていうのもあるんですけど、一応ちょっと寂しいかな。寂しいね。まだ順目が進んだらそれもやむなしといった感じになるでしょうか。あ、チートイーシャンテンありましたね。そうですね、見た目上なんかいいペーコーできてますがこれはチートイツのいいシャンテン。ウーソーが赤だったらね、仕掛けも少し考えてもいいかなと思いますね。スチーソースチーソーの二度分けと考えて松本さんの手を。順目とも相談になってくるか。秋の手も悩ましい。形良さそうに見えるけどメンツ自体は一つしかないんですね。ティアンシャンテ、はい、さあまずは引きたい。三品の受けはいらない。誰が先に来るんだ。現状いいシャンテンが3人、秋以外の3人がいいシャンテンです。来た出上がり前もんだ。激アツだ。ローソーとスーピン、ローソースーピン山に1枚ずつある。来たね。今日はね解説席から見守ることになるかもしれません。それはまだいいです。そうですね。あ、びっくりした。一枚ずつ。そうですね。だんだん関係ない牌がね上がり牌に見えてくるっていう謎の現象があるので戦いたいと思います。ちょっと。さあ、スーピンとローソー一枚ずつ山に残ってる。ちなみに秋はスーピンもローソーも手に組み込むことができます。うん、はい、でもなんか。
なんか異様な空気なのかもしれませんね。かもしれない。ちょっと慎重になってますね。なってます。スーピンだ。スーピンだ。出上がりも高い。16,600。太陽、トイトイ、三卵光、ドラドラドラ赤、16,000は16,600。フェニックスはきついね。